とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの新しい武器を使って大暴れしたいと思います。今日使う武器がこちらです。はい、成長するスタッフ、パワー249、あと1ぐらい高い方がいいけどね。まあ、とりあえずこれです。黄金スキルが雷でもレベル2なのよ。レベル2、一発20万ぐらいかな。レベル3になれば30万ぐらいいくんだけども、まあまあまあ、ちょっと妥協でこれ使ってみたいと思います。エンチャントがちょっとね、輝きとかはなしにしたかったんだけども、いいスキルがついてなくって、一つは輝きです。で、クリティカルと爆発つけてみました。どうでしょうか。わかんないね。重力つけた方がいいかなと思ったけど、まあそれよりも火力をちょっと持ってみようと思って、この構成です。はい、とりあえず行ってみましょうか。どうなるだろうね。無敵とか出てきたらちょっとやばいかもしんないけども。はい、81% の 1.5 です。で、この前ね、間違えてレベルまで捧げちゃったのよね。なので今日はレベルは捧げてないね。ちゃんと確認していかないと。レベル下がるの嫌だもんな。いきます。プラス25。さあ、今回は、チェスト24。24ってことは、もう2つ3つありそうな気がするよ。20個ぐらいが、なんか一番いい気がするんだよね。はい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 。まあ、重力ないから、吸い込みはしないけども、殲滅力あるね。殲滅力は、OKOK。で、これ、結構ダメージがあるんで、雲の防具の 6% 吸収だけで、結構、いけてるかな。まあまあ、輝きもついちゃいるんだけど、これやっぱ 6% 吸収だけでいけるな。このスタッフ系はいけるぞ。ちょっとね、もったいないもんね。回復に振りすぎちゃうと。もったいないんだけども、いいか。まあ、とりあえずのやつなんでね。とりあえずのやつでも、まあ、そこそこ、これ期待してるから。この装備。まあ、おら、やべ。危ねえ、危ねえ。防護か。オッケー。輝きついてて、ちょっと助かったっていうこともあるだろうしね。まあ、いいとしましょう。硬えな。防護ついてるの硬い。はい、ここは何もないところだ。だと思ったけどね。よし。雷って結構発動するね。発動率確か 30% ぐらいだったけど。全然発動する。よっしゃあ。いや、違う、穴だよ。洞窟ないのかい。この先はないか。おい、トゲ。ちょっと待って、トゲ痛。もう、タイネルウィッチやめろ。いや、もうトゲ、もう。トゲきつい。よし、回復。よし。いけてるよ。全然いいよ。ないんじゃないの？一発目。ないとか結構きついんだけどね。結構きつい。いや、ここにあるかもしんない。違う、これじゃない。探してみよう。やばい、一周目なかった。どうだ？ここもがいい！よし、来たけども、ここは、グリムガーディアンでしょ？だよね。まあ。こいつのね、生命力に、このスタッフは勝てるかどうかっていうのがわかるね。こいつほんと不死身だからね。こいつに勝てるようならば、もうそりゃもう、大した火力だよ。はい、行ってみましょう。
はい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 、いっぱい出てくるよね。はい、行きなさい行きなさい。はい、行くぞ。オッケー、行くぞ。うん、やっぱりなかなか減らない。よし。いや、でもここはあれだもんね。あ、ここハマってる、ハマってる、敵ハマってる。ダメだ、火力はねめちゃくちゃはない。うん、火力ある時ってガーって減らすもんね。うん、めちゃくちゃ火力あるわけじゃない。うん、そうかそうかそうか。でもまあ倒せたからよしとしよう。 OK、 いいいい。でも、もうお前ら暴れんなって。もうええこっちゃなる。これ変更ないと絶対死ぬでしょ、こんなところ。変更ないと絶対死ぬよ。じゃあ行け。おお、あと1匹。はい、味方回復か。よっしゃ、終わりだ。うん、綺麗に倒したね。あと1回ぐらい古代人来てくれれば嬉しいけどな。いやー、古代人1体だけだった。うん、全然クリアはできるんだけどね。ちょっともうちょっとね、検証したかったんで、もう一回来ました。またこいつか。もういいよ。お前はもうさっき戦ったからいいんだよ。こいつはね、まあいけましたわな。うん。別のやつとね、ちょっと戦ってみたいんだよね。でもこいつ、あ、こいつは、ここではめ入れたね。うん、はめれたっていうことが分かったから、まあよしとしよう。よっしゃあ、トシ、ここではめる。あれ来ないな。あれ、いらっしゃらない。いらっしゃらないよ、あの人。ちょっと待って、はまってない、あの人はまっとるね。あ、来た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 。うわ、危ねえ。あ、やっぱりここではまる。安全地帯だわ、発見。なるほどね、階段のところにもなんかはめれるみたいだけど、ここでも全然はめれるのでいいね。今後の役には立つ。ちょっとお前ら絶対倒すぞ、絶対倒してやるかな。おっしゃ、爆発で一気にドカンとやっちゃったね。いや、またなの、偏るね。こいつしか出てこないんだけど。まあでもまあ、うん、いいよ。ウィザーはここで出るからさ。別にいいんだけど。え、でもそれにしても偏りすぎでしょ？オッケー。やっぱりこれ 100% だ。100% ここでハマる。よし！ありがとう！よし、こいつらもう、全部倒していこう。2周目もクリア。まあまあ、あいつしか出なかったけども、いいか。では、こっちの商人から、おーおーおお、130万くなってる。見てみましょう。看守か。これダメでしょ。チェーンと重力がついてる。これ何？反発し合うの？よくわかんないけども。これはダメだろ。よろしくない。正反対のやつがついてる。で、下の方は、あ、下の方は悪くないよね。クリティカルあって、追い打ちもある、吸血がある。いいんだけどね。でも、看守のサイズ自体あんま好きじゃないんだよね。チェーンっていうのが、ちょっとあんまり好きじゃないから。見送ります。グリムアーマー、あ、ポーションバリアついてるんだけども、ダメだね。クールダウンがなし。次。ダメですね。ラスト。はい。いいのなし。では、入手したやつ、3つかな？見ていきましょう。グリムアーマー。いりません。こっち。クールダウンがついてないとダメだって。で、ダイヤの剣。お！吸血さん！吸血さん、爆発。お、これめっちゃくちゃいいぞ。いいぞ。おん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 。あ、いいいいいい。吸血、爆発、クリティカル、追い打ち。これは強い。強いと思うよ。おん。
オッケーオッケー。まあいいやつも出たし、で今日使ったこの成長するスタッフ、そうね、なんか今持ってるやつからするとちょっと弱いかな、ちょっとよろしくない。うん、何がいかんのやろうか。やっぱり輝きかな。うん、と雷が2ってところか、雷3で、で輝きのところにもう一個火力スキルがあったらよかったかな。若干いまいちです。でもまあ使えないことはないので取っておこうと思います。はい、ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。